なかなか時間かかりそうですよ。うん、どんどん落ちればいいと思ったけどね。なかなか面白そうっすよ。あのゲーム性に結びつけたのは、うん、偉い。だって僕普通に考えて落ちたら勝ちだよなってなっちゃったからさ。そうよね。途中途中に、うん、ここはラッカーだったらいけませんよみたいなところを、うん、作ってあんだ。あ、ちゃんとね、降りていくときにあの真ん中にさ、うん、座れるように、うん、少しこう風吹いてる感じで。なるほど。外に行けばいいってだけじゃなかった。はあ。今度 YouTube 枠でなんでこういうのこそ幕末ラジオでやりたいんだけど僕。そうね、面白いわ。長ちゃんの挑戦だったが途中で終わったけどな。どっかがクリアしたいけどな、長ちゃんを、うん、頑張ってクリアしてほしいけどな。でもあの地底まで行ったのはある意味クリアでいいんじゃない。あ、そっか、遥か下まで。そうね、遥か下まで行ってか。ゴールをさらに超えたものだからな俺は。まあ初プレイにしてもめっちゃいったんじゃない。んと思うけど、やったらみんな同じ風に落ちてくからさ、うん、誰でもあそこまでいけそうな気もするけどな。どうだろうな。まあやってみよう。気になる人はちょっとやってみてかな。さてと、次もう行く前に、うん、8月も、はい、幕末志士風鈴がもちろん当たりますので、うん、麦風鈴ゲットできなかった人は明日から応募開始になるので、はい、必ず明日から応募してください、うん、ちゃんと応募するんだよ、忘れないように。そうだ、応募しないと当たらないからね。後に後にすると忘れちゃうからね。実体験かい。うん、明日やろう明日やろう、ああ忘れた明日やろうって思ったら、うん、過ぎちゃうんだよ。ああなるほどね。そう、当たったから応募やめとくわ。えらい。そんな、やっぱ分け合えば余る。そんな天使いる。うん、風鈴みんなで来たら外れる、うん、分け合えば当たる、うん、そう、持ってる人は送らない。サッカーオでしたよろしく。500個しかないからな、うん、しかも500個だけどもう職人さんの手が少なくなっちゃってるから、うんうん、冬に着いたらごめんねっていう感じ。なるほど。まあ、作るのも時間かかるからな。そうなんだよ、1個作るのにやっぱ 2,30 分かかるので、うんうん、まあ、なかなか時間かかるかもしれんが、でこればっかり作ってるわけにもいかんしな、うん、次の次に またげる抽選券とかあればいいね。それはダメでしょそれだったらだってダメでしょ、うん、毎月更新しないと。そうね、ん抽選券が欲しいの、次の次にまたげる。あ、ずっといることでメリットがってこと。あーで、好きな時に、うん、こう1枠多く送れるみたいな。いやー、そしたらやっぱ公平性が失われちゃうから。まあそっか、僕もなんかどっかで作れる機会あったんだけどな、小樽かどっかで風鈴だか、うん、ガラス玉だか、うん、あるよ、ガラス感とかいっぱいあるから。オルゴールとかも作れるよね。そう、なんか作る機会があったんだけど、うん、未だに作ったことないんだよね。うん、君も俺もないだけど、うん、体験しないとやっぱ分からんことが多いでしょ。うん、オルゴール、青空、頭が、あっくるそれ読んだのか今のそうそう今の吸った息はこれから僕がトイレ行ってくる、帰ってくるまでの1分半の間、うん、中岡君の、うん、青空との思い出、小樽編、東京編、はい、1分半流させていただきますんで、うん、皆さんコメントで、はい、その辺よろしくお願いします、うん、俺は当時大学生だった当時車はなく、青空さんと2人で JR で小樽まで行ったんだよ。そしてついてね、小樽の小さい、商店街、そこのね、2階にある小さい喫茶店でまずコーヒーとケーキを2人でね買って食べたんだよ甘かったな、あのコーヒーかケーキは。で、小樽といえばあの商店がいっぱい並んでるね、小樽通りみたいなやつかな、そこにね、そう2人で歩いていろいろ見たな、ガラスとかオルゴールとか。切ないね、甘酸っぱいね涙拭けよってか、ありがとうよ。でもよ、涙もね枯れるぐらい泣いたんだよ昔は。え、泣いたのあれえ、泣いたんだ。まあまあいろいろあった後にな。あー、何話してたの今。今、うん、あの小樽に行くまでの道と、うん、小樽に着いてから何をしたか。何したの。小さいね
商店街の2階建ての建物2階に喫茶店があったんだよ、うん、はい、ちょっとおしゃれだねって言ってそこに入ってコーヒーとケーキをそれぞれ頼み、はい、美味しいねと言いながらちまちまつまんで食ったんだよ。そら振られるわでその後ね坂道のね、うん、この街がこう一望できるようなところを歩いて下り、うん、で小樽といえばあの商店街あるじゃん、うん、長いあそこに行きいろいろガラスとか見てね、うんうん、綺麗だったな、あなたの方が綺麗ですよって言いながら。本当そんなこと言ったの？言ったような気がするんだけどな。言ってたらそれ多分ちょっと成功気味に言ったと思う。でも言ってないと思う。あなた顔ゆでだこみたく真っ赤にして言わなかったと思う、うん、目して語らずガラス綺麗ですねこれ綺麗なガラスだとか言ってたのかな俺。多分言ってたんじゃない？相当上がってたじゃん、うん、前日とかやばかったよ。キョドってて寝れてないもん俺前日。そうでしょ、うん、うん、全くだから目半分開いてない状態で行ったんでしょああみたいな。目はもうギンギンよ。あギンギン。もう鼻なのもギンギンよ。ダメだわじゃん口も半開きだったんじゃないか、はは言いながらでもさ、うん、まあまあ何日泣いたか知らんけどさ、うん、3日3日泣いた。3日未満。それどうでもいいんだけどさ。どうでもよくねえよそこで振られてるからこそ、うん、今の奥さんと出会えたということで。そうよ。そう、成功してたらおそらく今結婚してないと思うんだよね。あ、絶対長く続いてないと思うんだよ。あると思う。絶対そうでしょ、うん、もうバリバリの。だから今と奥さんと会うルート以外は全部未婚のまま死んでるから、うん、中ちゃんって、うん、全ての人生僕見てきたけど、うん、中ちゃんのね、まあ、歩んできた、うん、他の世界線行って見てきたんだけど、うん、半分ぐらいの中ちゃんもう死んでるからさやっぱ唯一成功ルートに乗ってるのはこの世界線だけ。僕ここで固定した。いいこと言うね。他も全部ダメ、うん、やばかった。空き缶とか集めてる中ちゃんとかいた結婚もせずにね仕事にもつかずひたすら空き缶の機敏そうそうそう、うわ今大成功だよ。だただこの世界線僕成功してないからさ、うん、僕結婚してないし、うん、未婚だし、うん、このままお湯さらばいて死ぬルート入ってるから、うん、そこちょっとね、うん、どうしようかなとなかなか手を差し伸べ固定するときに悩んだんだけど、うん、はい、仕方なく中ちゃんの幸せを取ったっていう世界線ここにあんのよ。ありがたいね。どっちかだったのよ。中ちゃんが幸せなのか僕が幸せになるか、うん、じゃあ俺幸せだな。だからそれ取ってあげたんだって、うん、それを感謝してこれからも生きてってください。わ、うん、かりました。友情物語があったわけよ、うん、泣けるねなんか俺多分騙されてるよなそんな世界線選べるわけないよな。いやそう、どうかな、わかんないよ。あ、うん、実はねサンプルまた乗っけたっから、ね、おお、あの M 字入るから額の上にピピッと、うん、あと尻尾をね、うん、今の M じゃなくて麦か、うん、麦黒い黒っぽくなってるからそこも色が入るんじゃないかと、うん、おー